皆さんこんにちは、山口智子です。さて、私たちの1週間ということで、せっかくの日本発信、月、火、水、木、金という鉱物、土、そしてお日様ですから、服をまとわせていただくことで、大自然の力、私たちの命のエネルギーの源、自然に思いを馳せながら物語を進めていきましょう。どうぞ私の1週間へようこそ。月曜日です。月も昇る良い頃になってまいりましたので、月光浴をテーマにしたいと思います。光を浴びるっていうこともパワーをいただく癒しの効果ですけれど、もともとこうまとうっていうか、洋服を着るっていうこと自体、お薬を服用するっていうじゃないですか。染めの技術であったり、自然の素材であったり、そこからたくさんのパワーを服用させていただいてるんですよね。これはスザニという細工が中央アジア、ウズベキスタン、タジキスタン、カザフスタンあたりで刺繍ですね、そういう細工があるらしくて、これウズベキスタンのもので、80年代くらいのヴィンテージで、男性が羽織ってたものなんですって。でやはりこの一世一代、やはりその家ならではの世界にただ一つのこの刺繍を思いを込めて細工してくれるわけですよ。もう60を迎えるんですけど、人と同じことが本当に嫌になってくるんですね。世界にたった一つ、唯一無二、自分ならではっていうことにはやはりまずこだわりたい。一応一晩中月を浴びるつもりでいるので、まず楽じゃなきゃいけないということで、これこうゆるゆるで楽々ってくれて、これも私が大好きなスペインのデザイナーのインバイローラさん、少女の心をいつも思い出させてくださる大好きなブランドで、で、まあ、あの夜通しいろんな温度変化にいろいろ耐えられるように、ちょっと上着は欠かせない。これはジョージアという国の、この民族衣装もすっごいかっこいいんですよ。でもちょっと夜の宴の夜会の気持ちだから、辛くない高さの日、月夜の浜辺、月夜の海で人魚が盾ごと引いてるようなイメージないですか？私だけ？なのでイヤリングは人魚、マーメイド、胸元をいつも調節するのに、いろんな思い出のアンティークマーケットとかで仕入れて、いろんな面白い月夜だから、本当はこれぐらい満月でもいいかもしれない。月夜の散歩に行ってきます。火曜日は漢字で言うと火が入ってますよね。火が大きく大きく燃え出すためには空気、そして風が大事ということで、ちょっと風の方に、焦点を当てさせていただいて、風といえばじゃーん、じゃららららら、風天の寅さん、風天ですということで、風天でありながら、なぜか私の中で火曜日のイメージは黄色なんですよね。だからちょっと風天の寅さんでもあり、黄色にタイガーであり、ちょっとタイガーのアクセサリーなんかもちょっと加えさせていただきながら、なんかヨーロッパのこのジュエリーアーティストの方ですけど、ベイビートラがちょっとだけいたずらしすぎて遊びすぎちゃって、ちょっとウサギちゃんをバラバラにしちゃったかなみたいなブラックユーモアが含まれてるアクセサリーなんですよ。それでプラスちょっと今年うさぎ年ですからね、日本でちょっとあの手作りサイトで手に入れたこんなうさぎちゃんと組み合わせてみたり、これはアクネストゥディオさんですね。トラさん、これカバン大きいの持ってるんですよ。ちょっとトラさんのイメージしたあの大きなカバンと、ちょっとセッタ風のゾーリー風サンダルと、ちょっと追加アイテムとして、これトルコのものだそうです。
で、このトルコの方、こうスカーフを、ね、お祈りする時とかされたりしますよね。そういうところの端に女性たちの手作りの親っていう刺繍細工を、ね、きれいにつけてくださるんですよ。私大好きなデザイナーというかブランドはスペインのビンバ・イ・ローラ。なんかこのデザイナーのね、飼ってるワンちゃんだかペットの名前らしいんです。ビンバちゃんとローラちゃんも飼ってる。それでビンバ&ローラって意味でビンバ・イ・ローラで、これもあの風天のジャケットもこの黄色いブラウスもビンバちゃん。旅に行くときはやはり初対面でお目にかかる方の時に、やっぱりこうただ楽であればいいっていうだけではなくて、ちょっとキリッとちゃんとした気持ちで初めましてと言えるように、旅に行く時はこういうちょっとスーツっぽく感じるもの、しかも楽で動けて幸せというものを選ぶようにしています。チャーチャララララララ、チャラチャラチャーチャララララ、チャーチャラ。水曜日です。地球は水の星、海、水が溢れています。私たちの体もほぼ水でできております。イメージするのはこういう海の真っ青な青であったり、空の真っ青な青であったり、海に漂う泡、こんな水玉、白い水玉もね、ちょっと水の変形系のイメージ。がっつりとどこにもない感じのアクセサリー大好きなんですけれど、海のちょっと潜って撮ってきましたみたいな感じでしょうか。ビンバイローラさんがほぼ多いですね。マルムさんがあったり、コスがあったり。夏ほどあったかいものって必要じゃないですか、冷房効いたり。なので夏暑くなればなるほど、私こういうもの絶対欠かせないんですよね。2種類ぐらいは最低持ってますね。ちょっと気分が変わるじゃないですか、首にシュッと巻くだけで。おしゃれって自分だけじゃなくて、目に映る相手の人を楽しくさせることもね、おしゃれの大事な役目だから、なんか楽しくないですか、こういうものが目に入った方が誰に合わせる必要ないです。自分が楽しい色を選んでください。木曜日、森歩き、ハイキング、山歩きでございます。これはマリメッコさん、これもマリメッコさん、マリメッコさん、全部マリメッコさんでした。マリメッコさんはやはり自然の要素から全てデザインを起こされてるから、自然のデザインである限り、どれだけガラガラガラが来ても意外に合っちゃうんですよね。木曜日、木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 ということで、森森ですよね。ある日、森の中、熊さんに出会うわけですよ。なので出会っちゃいました、ここです。ちょっと出会った熊さん、熊さん攻撃してます。いろんな色があったんですけど、ちょっと大人のベアという感じで黒を選びました。これも、ビンバイローラ。こういうものも意外にちょっと小雨がね、森の中ではパラついてきたりすることもあるので、なんかこれはこれでいかがですか。森歩きだとしたら、大好きなシューズとしてスイスのブランドですけど、これは軽くて、このいいの、これここを出せばもうほぼ快適な山歩き仕様。そしてこれ、まあ折っても普通に履けるようになって、これでなんかちょっとね、その辺プラッと出かけるとき仕様、これが使い分けるのすごい頭いいなと思ってます。金曜日です。闇が美しいね、夜のひととき。金という輝きを生かすためには、やはり美しい夜、美しい闇が必要ですよね。
金が大好きなのでこのサンダルを履きたくて金曜日を夜のテーマにしました。で、この闇の美しさをちょっと思い知らせてくださったのは、南インドを旅した時に、都会と違ってやっぱりほの暗いんです。夜がわーっと暗くて、その中でほっとこういうキャンドルの明かりが浮き出たり、その中でこういう南インドの日常着でもあるんですよね。これで作業をしやすくて、仕事もしやすくて、ムシムシしてますけれど、まとった方が心地よく涼しい。そして自然の素材で、自然の染めで、草木染め的な色合いが闇の中に漂う姿は、それはそれは夢のような姿で美しかった。で、女性もこういう、あのちょっとサリー的なものですけど、こういうふわっとしたこういう布をまとってる。ネパールに行った時も本当にこういう優しい素材のストールは買い替えにしてきました。特に日本の自然素材で染めた日本の染めのものです。やはりちょっと見たいのはウズベキスタンのスザミという刺繍。お嫁に行くときに嫁入り道具として、こうお母さんの心を込めて刺繍をして布を持たせる文化であったり、これをね、その布、スザミの布を生かし、最高を生かして裏地をこういうことでちょっと面白がって、普通のド派手ながら、堺のこういうスポーツ的、シューズ的な機能的なものをカジュアルのでちょっと入れながら、遊びも込めながら、南インドで出会ったガネーシャ神、一つ牙が欠けた像の神様なんですよね。一番闇の素敵さを描いてくださってるのは、実はムーミンなんじゃないかと思ってて、トーベ・ヤンソンさんの、うん、とにかく黒いと白だけで描いた原画は、それはそれは素敵です。うわ、なんか元気になったかもしれないって、不思議な力をもらえる時って、やっぱ自然素材、自然の力は感じますよね。でも今の匠の技術者たちは、その糸の寄り方、作り方、何対何で自然、どの自然素材と自然素材を合体させたらいかに有効な、もっとすごい効能を生み出すかっていう匠が一生懸命考えてて、その匠の技術もやはりちょっと尊敬すべきものだと思う。金土あたりはもう家で心地よく、夫とグラスを傾けるとかね。土曜日、土ですね、今日のテーマは。日本の技として、自然の素材からいただいたこの藍色というのは本当に美しいですよね。ジーパンとか流行ってますけど、本来はこういう藍染めで野良仕事とか作業着に使っていた、生活に密着した色であり、そのインディゴとか、その染料がこう害虫を避けるとかね、毒蛇に噛まれないようにとか、そういう効果があったりとか、かなりそういう効能があったらしいですね。あの職人さんの工場というか、工場を作る現場を訪ねさせていただいた時に、たくさん藍を育てる、藍の色を育てるのに、土の中にこんな巨大な亀みたいな陶器の壺みたいに土にスポット埋めるんですよね。そしてその土の温度とか湿度とか、やはり土のそのパワーとかをその愛に与えて、そして美しい色を生み出すんだそうです。アントワープのデザイナーのヤン・ヤン・ヴァン・エッシュさんっていうデザイナーさんが、日本のこの色と技に惚れ込んで、広島のこのかすり、これね、ウォーターフォールかすりって言うんですね。滝かすり、滝がこう水が流れ落ちているような柄、普通に着ても作業にも普段にも着れるし、もちろんドレスアップしても着れるしいいですね。思い出のリトアニアのちょっと石でできたネックレス、この私も昨日20年ぐらい履いてるんじゃないでしょうかね。
どこでしょう。みゆみゆでした、まあ、これぐらいの感覚でもうちょっとお魚とか野菜とか買い出しに行っても全然楽しいし、これも日本の印伝の技ですね。和の匠のものです。こんなものを合わせてもいいですし、ちょっとおしゃれな場所に行くんであれば、40年前ぐらいにゲットしたロエベのまだ一度も外で使ったことのないこんなちょっとパーティーっぽいものでも合いますよね。Beautiful Sunday、 日曜日でございます。お日様いっぱいの日曜日、ダンシングパーティーな気持ちでちょっと盛りだくさんの日にしてみました。 T シャツに対してものすごいこだわりあるんですよ。ここってやっぱり自分の一部の主張だから、ここに何を表すかって案外人って見てるんですよね。ただ柄だなっていうだけじゃなくて、自然の力をたくさんいただいてもう元気になりまくってしまった白雪姫気分という日曜日で行こうと思います。面白い T シャツ見たら集めなくていられない、本当に最近のお気に入り、宇宙人、宇宙の中で生きる地球の星の我々だぜという気持ちを込めて宇宙人。 Life is beautiful、まあ、どんなアクシデントや事件が起ころうが楽しさや美しさに変えていこうぜという、これ海外スペインで買ったラーメン T シャツとかね、素晴らしいラーメンって書いて、どんだけラーメンを愛してくれてるんですか。でこれただの音符に見えるんだけど、よく見るとチャ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 って上手が出てくるっていう、まあ、そういう物語があって、うわこれもね、あのスペインで買ったふざけた日本を面白がってるちょっとディスコテカな舞妓さんが開いてるいらっしゃいませっていうね、これまたちょっと宇宙人的なピラミッドの上を UFO が飛んでる。でこういう時にちょっとやっぱりね、人と違うものが大好きなので、こういうものをつけたくなっちゃうんですよ。マリメッコが大好きなので、いつもあの季節ごとについ買ってしまうのがこのファブリックの大きな布だけのものをたくさん、いつも自分の部屋のちょっと仕切りがあるんですけど、そこに吊るして、この季節はこの気持ちの柄っていうかね、季節ごとのマリメッコのデザインを楽しむようにしてるんですけど、そのカーテンから作った、渾身の一着スカートです。これももうざっくりザッザッザッと置くだけなので、もうこういうマジックテープ感でどんなサイズでも対処できるように作ってあります。そして、大好きなビンバイローラのこれも1枚のスカーフをちょこんちょこんちょこんとざっくりと点で縫っただけで、スカート。そして耳元はやっぱりちょっと手作り手芸感覚を楽しみたいので、トルコの親という女性たちが作る手作りの編んだやつをちょっと耳につけさせていただいてます。ちょっとお呼ばれ的なのはこれくらいな感じでしょうか。でやはり日曜ですので、ガシガシみんなでこう飛び跳ねていこうぜという感覚では、やはりこんなの何の目かけぐらいでたくさん物を入れてザクザクあらゆるところに出没する日曜日というやつでしょうか。お花畑、さまざまな命あふれる花というテーマで、花のストーリー、これも全てビンバの作品ですね。まあこれは女性である限り永遠の憧れというか、心に花をくださる。でも男性こそ花をまとってほしいな、心に花を、そして身にも花をまとっていただきたい。花を摘む感覚で、積みながら
月火水木金土日、毎日自然に思いを馳せながら生きるって楽しいですよね。ということで、たくさん自然から力をいただくわけですから、私たちもそれぞれの得意分野で地球をもっともっと元気に素敵にしていきましょう。ということで、地球が平和でありますように、宇宙が平和でありますように、世界中が平和でありますように、お元気でおやすみなさい。